こんにちは。矢野さん。はい。ちょっと楽しく、はい、楽しくこのフライについてちょっと話を。っていうの、うん、今の流れはどうなんだろう。流れ。流れ。ごめんなさい、忘れてください。あ、なんかね、だからこうやって普通に動画を回し出すと、もうダメなんですよ。あ、わかるわかる。僕もわかるわ。だからまあ、流しっぱなし。はい。覚えたいかな。だからなんかこういろんなのがあるでしょ。だからもう、はい、これがダメ、あれがダメとも言わないけども、うん、逆にこんなんもあるよ、あんなんもあるよっていうのがいいじゃないですか。うん、ならフライパターンも最先端のもいいし、うん、なんかこれどうなってこんな昔の人がこんなパターン作ったんやろうとか思ってね、うん、これも昔のパターンだけども、うん、今もこれに似たようなもいっぱいあるんですけど、はい、これは映らない。うん、もうウイングばらけてるけどクイルウイングね、これね、うん、クイルのクイルウイング、これは何て言ったらいいんだろう。これクイルゴードンっていうパターンはね、クイルゴードン、クイルゴードン、うん、もう色も見えにくいけど、うん、これが釣れるときも、うん、これデラウェアって言ったかな。デラウェア、なんかあれやね、あのブドウ、美味しいブドウみたいな、ね、そう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 ちゃんと意味があるらしいねんけど、意味は忘れました。うん、でもこういうのとかでも、はい、なんかね、そういうパターンって、うん、めんどくさいんですけども、うん、なんかほら、こういう楽しいっすね、矢野さん。こんなんさ、クイルウィングのパターンってね、はい、うん、もう今なかなか、なんか、あ、でもあれか、あの、何やったっけ、サイドワインダーとかっていうのもあるらしい。あれ、あのなんかね、アメリカの人が使ってるやつで、レネハロップっていう、お名前は、そうそう、人が使ってるやつでもこれあったけど、これもこういうウィングって今もう巻くのが難しいから、なかなか少ないね。ああ、確かにそんなに見ないパターンですね。でほら、ウィングがあのこういうクイルって1回2回使ったらもうすぐばらけて、こればらけてる、これね、うん、ダメになるでしょ、うん、だから1回しか使えないようなフライやけど、その1回を楽しんだら面白いじゃないですか。1回を楽しむって、そうそう、だからなんか何回も使えるとか、うん、まあ、それももちろん大事やねんけども、もちろん耐久性も大事ですし、さっき矢野さんがおっしゃった実弾も大事ですよね、もちろん、うん、だからいろんな方向の中でも面白いところを、ね、探していってやったら、この釣りの深いってのは、こんなん言ってたらね、大体の人はさ、難しいこと言ってて、めんどくさい釣りは言われるけどね、もうそれはほっとってくれと、もう難しくして楽しんでるのか、いろんな脇道をずっと楽しんでるわけやから、ね、そこへ来て、その釣果ももちろん欲しいし、綺麗な魚釣れたら嬉しいのもあるけど、なんか、何でもいいってことなくって、これとこれとこれでっていう。その流れでこう市販品で楽しい市販品でこう釣りをした方が、おそらく多くの人って多分超過的には恵まれると思うんですよ。あ、でも必ず矢野さんは代表例としてこうシルクフライライを作る方向に行くじゃないですか。あ、いったいったいった。これってフライマン独特のこう流れだと思うんですよね。釣りやる人も道具作るの好きな人ももちろん多いでしょ。うん、まあ、フライマンは多すぎな気がするんですよ、その人数。ああ、確かに。このハンドクラフト店やっぱりタイイングからがあるからじゃないですか。タイイングっていう、要するに、ルアープラグを買う、はいはい、ほとんど買う。でも中には作る人ももちろんクラフトでありますけども、フライは買うって、日本やったら特にあのコマーシャルフライを買う人よりも作る方の方が発展していったから、うん、そうですね、うん、コマーシャルフライ、まあ、本当にビギナーしか最初はね、いろんなイメージですね。あと目悪になったら買うねんけどねそうですね、巻くのがもう巻く、こうなるからそうですね、こうなってるそうなったらさ、もうしんどいから、はい、ちょっともう巻いてくれよってことになったりもするしね、うん、そういうのもあると思うけど、確かに。でもこういうほら、ハンドクラフト店っていうのを30何年も、うん、あのあれでしょ、これあの33回やったかな、うん、続いてるわけやから、うん、ファンに支えられてるわけやから、やっぱりその理由は
ぱり作りたい人、もしくは作ったものが好きな人、やっぱりこう、ものづくりが好きな人ってもっとフライフィッシング仮にやってなかったらやった方がいいですかね。面白いと思うね。うん、だって釣り場だけじゃないでしょ、フライフィッシングが。これ作る、巻くだけでも、はい、家でもフライフィッシングできるでしょ。そうですね、ね、ずっとできるでしょ、離れないじゃないですか。そうですね、なんかそんないいと思いません、うん、はい、巻くから聞いてて思いましたですよね、はい、ですよね、はい、素敵です。釣り人者さんのあのフライフィッシャーオンラインの、はい、ウェブをやらせてもらっている川田です、はいはい、マスコミだ、マスコミ、マスコミ、マスコミじゃないですよ、あの私はあくまでもシステムエンジニアですので、そうですね、はい、ただあのガチのフライフィッシャーでもありますので、いやーなんかフライマンそんなんばっかり、ちょっと頭のおかしい人ですよね最高です、ありがとうございます、お願いします、写真何枚撮りました、お願いします。ジャロさんまたちょっとやばい、はい、素敵なフライラインをよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。